そうだね。でもやっぱりそっくり様のくだりが気になるよね。もう一回聞いてみよう。そうか、メインゲンさんは双子だったんですね。すいません、うすうすです。なんかむずくね。被害者は双子でしたか。手品ではありません。双子でしたかか。これに何か言えることはないかしら。双子、双子、替え玉が必要ですが。そっくりさんか。え？蝋人形を作った？いや。いや、え？ん？これもあるけど。あ。え？早くね？これを出すのは。どうだ？これを出すのは、え？早い。だよね。早いよね。早いと思ったよ。とことなく矛盾していると思われます。待って待って待って。そこに引っかかりますか。ちょっと待ってよ。もう一回考え直すから。いや、すぐ使うと思うんで。ちょっと待って。頭からクリスタルタワーに刺さったんだっけ？待ってよ待って待って。ケージがまだあるよ。これ、あ、ん？あ、ん？まずこっちじゃね？いや、でも、なんで？下側が破損している。いや、まずこっちだろ。おー、よかった。その時落下したケージは僕たちも調査しています。木製のケージ、ご覧の通り一部が壊れています。ケージはあの爆発の際約30フィートの高さを落下したのだ。それぐらいの破損は当然のことと考えられる。そうかな。はい、破損自体には何の問題もありません。問題なのは、破損したその位置なのです。まだ単純よ話は。難しく考えすぎないことよ。実際のケージは足元側が壊れているのです。なんです？なん。偽薬です。そうなのです。現場にあったケージは足元側が破損しています。頭から突っ込んだケージと足元が破損したケージ。つまり、これではっきり立証されました。あの日、ステージでは2つのケージがどこかですり替わった。やはりあれは科学の実験ではなく、大魔術のステージだったのです。ぐーんむ。あ、そっか。ん？ケージごと、下に落っこちたのか？もう一個。これは一体、どうなのですか、承認。それは、事実だけを見ればその結論は一つ。ケージの下側が破損している以上、それは足元から落下したのだ。ん？しかし、頭から落ちたのをはっきり見たと。ケージは気球の飛んでいた空間が爆発してそこに現れた。地上からかなりの高さ、60フィートほどあっただろう。もう何メートルだの？約18メートルでございます。そこからクリスタルタワーまで約30フィート、爆炎の中を落下したわけだ。そんな状況で正確な証言など不可能である。でもみんなが見たって言ってました。でも、実際被害者は首の骨が折れているのです。じゃあどういうことよ、それは。重いケージの中に閉じ込められて30フィートも落下したのだ。どう落ちようか首の骨の1本や2本へし折れるだろう。首の骨って何本あるの？くっくっくっく。笑っちゃうね、こんなん。笑えるっしょ。ケンジ道の科学的な考察に敬意を表しますよ。まあ、より科学的に言えば、首の骨は、
オンリーワンですがね。と。は、蘇ったか。今のはバンジックス教の小ボケでしょうが。バンジックスケンジ様どういうおつもりなのでしょうか。あの者は御神友を騙した憎き詐欺師だというのに。立証するのなら完璧にやれ。え？なんだかバンジークスケンジがそう言っているような気がします。そうかな。そうそう、それにもう一つ。弁護士さんは忘れのようだ。あれは手品じゃなかった。はっきりと示している事実がある。何でしたっけ？何ですって？どうやらここで尋問を終わらせることはできないようです。証人、ではその事実を証言に加えるように。ええ、こういうのは科学的にいきませんとね。くそ、あと一歩のところで逃げられてしまったか。お、お、お、なんなんだ。え、クリスタルタワーに落ちる以外、30フィートの高さを落下できる場所は存在しません。何言ってんの？え？どういうこと？ん？それはどういうことですか？被害者は実験が始まる前、ステージの上で生きていたわけです。うんうん。で、目人間氏の姿を多くの観客が目撃しています。そして、その遺体は落下の衝撃によって首の骨が折れていた。ということは、被害者はどこかから落下したことになります。ええ。爆発した気球は地上60フィート、クリスタルタワーの2階は30フィート。その差である30フィートをケージは落ちたわけだ。はあ。それほどの高さは空中に現れてクリスタルタワーに落下する以外ありえません。したがって、ん？ステージにいた被害者自身が空中に瞬間移動したのは明らかです。ん？むむ、さすがは科学者です。何度聞いてもやはり非常にもっともらしい。何かな？それはそうでしょうね。何しろ。至極もっともな話をしていますから。確かに皆様ご覧になっていますから。実際に30フィートの距離を落下するケージを。厄介だなぁ。え？でもさぁ。でもさぁ、やっぱ、これが入ってたってことは、クリスタルタワーのガラス、落っこちた方に入ってたのが、蝋人形ってことよね。で、コートニーシスも怪しい。怪しいと。落下できる場所？あ、ここ？こここんなに深いの？ここ、え？ちょ、あ？いやでも待って待って、死体はだって、ん？あそこに落ちてた、クリスタルアーナーに移動した被害者を撮影した現場写真。待ってよ、なんでここのガラス片が、蝋人形に入ったが？何を言ってるか。そういえばこの写真もまだある。なんか使うのかな？使うのかな？30フィートか。あ、待てよ。30フィートか。30フィートはないかな？気球から、でも確かにこの実験装置結構高いところにあるもんね。気球から落っこちるのとこの実験装置のてっぺんから落っこちるのだったらどっちでも結構な高さありそうな気はするな。その線で行ってみよう。ん？ん？え？これか？これ使う？あ、これでいいのか。
ここに現場のミトイーズがあります。いやー、もう一回これか。あの時、空中に現れたケージはそこからクリスタルタワーに落下しました。その高さは30フィート、約9メートルだったそうです。しかし、この見取り図をよく見ると、あの実験中にあと1箇所だけ存在したのです。同じ高さ30フィートの距離を落下することができる場所が、なんだと。んだと。どうやら弁護士の考えを聞くべきであるようです。よろしいですね？はい、もちろんです。それではこの見取り図で直接指摘を命じます。ちょっと待って。被害者が30フィートの距離を落下することができる、可能なもう一つのポイントとは？ところ、スタートってことだよね？ここだ！それは、ここです！そう、そこは、最初にケージがあった場所ではないですか！確かにケージはステージの上に置かれていました。しかし問題は、そのステージ自体の高さです。どういうことですか？このステージ、実は地上から見てかなり高い位置に設置されているのです。見取り図を見れば明らかな通り、ちょうど気球からクリスタルタワーの2階までと同じぐらいの高さです。そうかな？そうかも。実験が始まって大量の蒸気がケージを包んだその時。こんなドッキリやだ！ステージの床が抜けてその下に空間があったとしたら、2つのケージは、ほぼ同じ距離を落下することができるのです。なんだって？なんかね、よくわかんない。死体を見分したとき、どこにあったのを見たの？これで今度こそはっきりしました。落下したケージは、やはり2つあったのです。なんか妙だなぁ。しかしそんな仕掛けがあのステージにあったという証拠はない。犯人によってあの装置は爆破されてしまいましたからね。この爆破っていうのも一体どっからどこまでの階段まで吹き飛んだのか、それにもよる気がします。しかしステージそのものはまだ残っています。あ、そう。爆発後の現場を撮影したこの写真を見てください。なんかめちゃめちゃ奈落です。ケージが設置されていた装置の床の金網がありません。おそらく装置が爆破された際の衝撃で開いたのでしょう。この穴の下がどうなっているか、今すぐ調べるべきです。え？じゃあどうなってんの？イーノック・ドレッパーさん。はあ。あの実験装置を実際に作ったのはあなたでした。つまり、二つのケージを使った手品を用意したのはあなただった。貧乏博士の理論など何の関係もない。目人間氏の命を奪うための装置を作り、その罪を風に着せた。それらは全てあなたにしか不可能なことです、イーノック・ドレッパーさん。なるほど。ハニワ、ちょっと待てよ。あ、よし、あのコルク欲しいな。弁護士の主張がそろそろ済んだようであれば、はい。あの件結構リーチあるけどな。もったいなーい。検察側はもむろに異議を申し立てる。あ、葬儀の気持ち考えてー。おもむろに？機構の立証には大きな矛盾があるようだ。しかも、二つ。二つも？矛盾ですって？まず一つ。この証人は、実験の前後、あの装置には近づかなかった。はあ、それは会場の係員たちが全員認めている。ほう。前後か。
実験には八幡の者が立ち会い常に見張っていたと聞いています。つまりこの者にはケージをすり替える機会がなかった。はあ。でもその方法ならばすでに立証したはずです。クロスボウを使った手品か。しかしそれはありえない。ステージで消えた被害者とクリスタルタワーで発見された被害者は同一人物。科学式捜査班によって正式に報告されているのだ。じゃあその捜査班に悪い奴がいるね。くっ。そしてもう一つの矛盾。それは動機だ。え？この証人がなぜ被害者の命を奪ったのか、その理由がない。動機？考えてなかった。そういえば大事なものだ。ポス。ここにこの証人から提出された契約書がある。え？契約書？何の？ですか？被害者、エライダメ人間とこの証人の間に交わされた契約だ。え？政府からの援助金及び研究が生み出す利益の3割を受け取る。どっちが？3割。かなり良い条件の契約だったようですね。その契約には一つ大きな条件があったのです。ん？条件。契約する両者が生存する場合のみその権利を持つものとする。はあ。つまりどちらかが死んだ場合、この契約は無効になるのです。はあ。二人間が死んでしまえば俺には損害しかないわけですね。そんなものが？以上、犯行の機会がない。犯行の理由もない。故に、この証人が被害者を殺害するなど、ありえないのだ！なんだってー？うおー。動機とか考えてなかったな。ああいう踊るサボテンあるよな。どうやら弁護側の主張はかなり色あせたようです。いい味出てきた。その契約書の提出を命じます。証拠品として受理しましょう。証拠、契約書まで出てきちゃったよ。もうダメだ。確かに。待って、なるほどくん。舐め回すように見ようよ。制作資金、その後の利益分配に関して、イーノック・ドレッパーは、エライダメ人間と契約を締結する。ん？政府からの援助金及び研究が生み出す利益の3割を受け取る。え？契約する両者が生存の場合のみその権利を持つものとする。なんだこの、サインが絶対意味ありげなんだけど、よくわかんねえ。でも、エライダメ人間？え、やばい、これ逆に見るやつじゃない？イーノック・ドレッパー？え？なんか、え？なんか逆に見たら、なんかになりそう。なんかになりそうじゃない？え？え？わかんねえ。うん？いや。WC？ トイレ？いや、なんかあれ絶対、なんか、エライダメ人間の方の、あのサインの書き方、妙だな。イーノック・ドレッパーもなんかディズニーみたいで変だな。まあいいよ。今は見逃しておいてやる。今はね。すり替えができなければドレッパーに犯行は不可能だ。そして、被害者を殺害する理由だって見当たらない。なるほど、王様の主張で一つだけ。え？覆されていない事実がございます。え？ケージは二つ存在した。これはケンジ様も否定できません。あ？だからきっと他にもあるはずでございます。なるほど王様の主張の中に間違いのない事実が。え？どうやら、弁護士には反論の余地がないようです。ないかなぁ。くっくっくっく。いやぁ、さすがにびっくりしましたね。え？あの装置のことを証言して記者に来たのに犯人呼ばわりされるとは。しかし、これではっきりしたわけですね。ん？この俺は犯人ではありえないって。あ。それには意義あり？このポーズのまま固まっちゃったよ。最初、
僕たちはケージは一つしかない、そう思っていました。でもケージは二つ存在したことが分かった。つまり僕たちには見えていないものがあったのです。え？見えないものを見ようとして？それならば、犯人についても同じかもしれない。あ！もう一人？なんだと？今回の事件のステージは、すべてこの証人の手によって設計され作り出されたものです。だから、あなたが無関係ということは考えられません。そして、あなた一人に犯行が不可能であるのならば、そうだそうだ、いい切り口。そこには協力者がいたと考えるしかありません。協力者？まさかそれは。え？もう告発する？もちろん共犯者です。もう？共犯者だと、そこまで言うのならば、当然機構には覚悟があるのだろうな。え？この証人のみならず、さらにもう一人告白する、その覚悟が、そしてもし、その告発が立証されなかった場合は、検察側としては当然、ん？厳正にして重大なペナルティを要求するものである。いかがですか、弁護士よ。その覚悟を持って告発をする用意はあるのですか？あるかなぁ。どうなのだろう。現時点で全ては僕の仮定に過ぎない。共犯者の存在もそもそもこの証人が本当に犯人なのか。でも決めなければならない、弁護士として。僕の覚悟はどうなんだ、トレッパーの共犯者は。よっしゃ、指摘するぜするぜ。弁護側には共犯者と考えられる人物を指摘する考えがあります。ちょっと待って。でも、まあちょっと待てよ。いや、そうなんだろうけど。どうしよっかな。二つの刑事はすり替えが行われたことを暗示している。しかし、監察医の報告ではすり替えはなかったという。ということは、監察医が嘘をついている。この矛盾、それこそが手がかりだ。弁護士よ。はい。はい。すでに警告はなされました。その上で告発するのであれば、本法廷はその覚悟を受け止め名前を聞くものとします。ドキドキする。それでは、弁護士に提示を命じます。この証人、イーノック・ドレッパーに協力して犯行をなした人物とは。いや、でもこれさ、この、何？探索パートでなんとなくやっぱり、こいつ怪しいぜとは思うんだけど、どうしてもなんかこう、証拠が揃ってないっていうか、唐突すぎる感じはするよな。うん、でもいっぱい名前が出てきてるから。くらえ！その人物の名は？どうした日本人よ。まさか、ここまで来ておじけついたか。だって、ハートブルテックス級の右腕とか書いてあるんで、それはおじけつくだろう。何しろこの名前は尋常ではない意味がある。もしかしたら、この法廷中すべてのものを敵に回すかも。きっと大丈夫です。なるほど、王様。ちょ、佐藤さんだけは味方でいて。佐藤さん。敵は常に大きく見えるもの。そう見ているのは自分自身です。あ、なるほどね。敵はいつも自分自身って、そういう意味だったんだ。そういうことなんだ。わかりました。弁護士よ。それでは改めてキ君の答えを聞くとしよう。よーし。この証人、イーノック・ドレッパーに協力して犯行をなした人物。その名前は、ドクター・シスです。まあ、何を言い出すのですか、ドクター・シスといえば。被害者の遺体を解剖した科学式捜査班の観察医ではないか。そんなことがあっちゃダメでしょう。二つの刑事、そのすり替えを行うことができたのは何者なのか。あの事故は大観衆の目の前で起こって現場は封鎖されました。そして刑事を含む全員が締め出され、科学式捜査班による捜査が行われた。遺体のすり替えが可能だったのはその時しかありません。
その時現場で一体何が行われたのか。今すぐドクターシスを召喚して証言を聞く必要があります。どうかな。もう陪審員本当にあれやっていいよ。たまには許せぬ。貴様、我らがスコットランドヤードを侮辱するつもりか。陪審6号さん、撃たれる。わしはよーく知っている。あの方は最高の観察員なのだ。そうなの？その方を犯人呼ばわりするなど。でも呼んでよ。この世で最も無法地帯なのは貴公の頭の中らしいな。え、何それ？曲の歌詞みたい。それではもう一つの巨大な問題についても。ん？貴公の回答を聞かねばなるまい。え？もう一つの？なんかありましたっけ？巨大な？被害者の身代わりとなったのは一体何者なのか。身代わりですか。もしあの現場で遺体の入ったケージがすり替えられたのならば、当然もう一方のケージの中には別の何者かが入っていたはずです。しかし、ここ最近の行方不明者、変死体にそれに該当するものは存在しない。ちゃんと調べてるわ。つまり、被害者の身代わりなど存在しなかったということだ。ぐ、確かに。二つのケージがあった以上、その中には誰かが入っていた。僕に指摘することができるのだろうか。もう一つのケージの中に入っていた身代わりの正体。証拠品を提示か？ガラスか？わかりました。それでは弁護側は、すり替えられた身代わりの正体を示す証拠を提示します。なんですと？証拠？しかしまず身代わりとなった者の名前を述べるべきでは？いいだろう。証拠とやら提示するがいい。怖い。手品のトリックがあの時気球の中に潜んでいたのならば、少なくとも観客たちはそれを60フィートの距離で見ていたはず。地上から約18メートル、爆風の中から現れたのは。わかりました。二つ目のケージ、そこに入っていたと考えられる身代わりとは、ちょっと待って、これどっち？プロフェッサーの蝋人形から見つけた。どっち？プロフェッサーの頭部。いやでも、こっちがクリスタルタワーと関係してる証拠ないもんな。いやでも首がない状態で入ってたと思います？これも一緒にくっついてたとは思うんですけど。でも今ここ、こっちかな。いやー、ちょっと、ガラス片。では、それをケージに入れて落下してみるがいい。すいません。貴様自身が想定持ってな。ちょっと待ってください。その証拠品を抱いて心中しなさい。そういうことかと存じます。さすがにそれぐらいは伝わっています。身代わりとして人間が入っていたと考えにくい。もう、順番のやつだ、これ。もう一度、はい。僕に指摘することができるのだろうか。身代わりの正体。じゃあ証拠品を提示します。今はできない？まさか。まさか。まあ待てよ。じゃあ頭を出します。そうか。正体を示してからの証拠ね。このガラスの方はね。これです！事件の際。第二のケージに入っていて被害者の身代わり。ちょ、やばいなぁ。今回、被害者自身はステージの上のケージに入ったわけですから、当然。上空からクリスタルタワーに落下した方が身代わりだったことになります。もう間違えられないよ。ええ、弁護側の主張によればそういうことになるでしょう。第二のケージの中の身代わり、その正体は？え？なるほど、王様。準備はできております。あとは、一括するのみでございます。ありがとうございます、佐藤さん。いや、でも確かに今回の事件、第二のケージの中の身代わり、その正体は、
やや信じがたいことに、これだったのです！あったんだ、ここに。持ってきてたんなら言って。全貌がそこにあるなら言ってね。あるやん。あるやんか。なんでここに？